おはようございます。ジルと申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。先日友人と遊んだんですよ。昨日かな、騒ぎに騒いでね、声枯れてんのなのに今日ね3本ぐらい撮ってんのだから喉の調子が普段よりね枯れてるんですよこんなんで俺今日ライブなんですよ、しかも何溜めて撮ってんすかね。でもこんなもんよ、こんなもん。はい、というわけで今日は喉の枯れたティラシ実況始めたいと思います。行ってみよう。今回はですね、まあ真ん中には突っ込まないでください。真ん中はこのパーティーで重要な役目になってるんですよ。はい、技が単調とかいうのを気にしないでください。真ん中も気にしないでください。でもね、俺はね、みんなに教えたいの。モンバトで何が強いか。このゲームにおいてですよ。こういうね、相手のポイズンジャズマードハンドみたいに、耐性は高いけど、HP 低い奴ら。そういう奴らにぶっ刺さる技があるんですよ。こちら。激しい炎、凍える分岐。ね。ブレスっていうのは、敵の身の守りとかを貫通するんですよ。だからメタルスライムとかに非常に効くんですけど、なんだスペシャルカードを使うの君はな。おいおい嘘だろ。なるほどなるほどなるほどねなるほどね、あ、なるほどね、なるほどねおい、俺にそういうことさせてすらくれないの、まさか。あいあいそう、防御力の高い打撃の効きづらいっていう連中に大ダメージを与える、それはブレスというのを見せたいと思うんですよ。いきます。のウェイキングを吹き出すキスコ。今回凍える踏みで活躍してもらおう。136ね、ね、136だよ。貯めてブレスの火力をさらに上げます。ブレスね、基本的にブレスっていうのは命中率は低いけど、もう防御は無視するし、耐性が弱点だったらめちゃくちゃ出るからね。なるほどね。まあ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 、みんな打撃耐性ちゃんとあるから。まあまあ、ここで寝てんのはしょうがない。ここで寝るのは仕方ない。さあ次はみんな行くぞ。大喜利じゃお前は大丈夫か？パワー散歩行くか？近く変動起こすか？近くの平和を守ってみるか、お前。さあ、この凍える吹き溜めた後のね、凍える吹きウェイキューを吐き出す。強いぞ。でもアタックかな？お前めっちゃゲル178出てんだよ。もう、凍える吹き最強かっていう話よ。もう、凍える吹き最強。ブレスよ。わかる？このゲームそういうのブレスよ。わかる？あ、ドラゴン？ドラゴン？ドラゴン？ドラゴンちゃん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 、ちょっと待って。溜めたテンションなんか思いっきり無駄にしそうなんだけど。なんか戸惑いながら買った。うん、ドラゴンよ。わかる？あ、やべ。溜めたテンションを今から無駄にします。いきます。はぁ何してんだよ。さあ、行くか。近くの平和を守ってみる。いくぜ、パワースタンプ。はぁー、ここにもう、レイキューを吐き出す。めっちゃ強いから。ブレスはやっぱ強い。安定したら、もちろん会心が出るってことは絶対ないけど、安定はしてるからな。夢見のせい、ついに攻撃してきた。ついに攻撃。夢見のせいだ。おう。なるほどね。なるほどね。なるほどね、キスコちゃん。なるほどね。さあ、このもう行くか。近くの平和を守ってみるぞ。行くぜ、パワースタンプ。はい、せーの、終わらせたろ。うわ近くの平和は守られた。さてさて、敵にはぐれメタルがいますね。はぐれメタルは、こういうね、はぐれメタルとかいうメタルの連中に効くのはブレスですよ。スキャバトと違ってこのゲームブレスがめちゃくちゃ効くんですよ。スキャバトだったら1ですよ。ミスですよ。このゲームではね、ハグメタルめっちゃ出るんですよ。しかし問題はですね、ハグメタルがヒット&メン逃げちゃうので、あんまりこれ意味がないんですよ。お、ビアンカ来たね。ビアンカ、うん、脇を見せていくスタイル。うん、いいね。煉獄長がいますね。凍える吹雪で大ダメージ与えられそうですね。お、ハグメタル逃げないのかい逃げないけど、炎のリングでめっちゃ食らうんじゃないかい、これはね。ねえ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 。キースドラゴンの炎のリングの次が痛すぎるんじゃないかい、これ。なあ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 。いやー、もう200とかかってるもんね。すごいね。ヒートサイクロン、うん、ちゃんと選ぶね。ちゃんと君たち選ぶね。ちゃんと技を選ぶね。ゆりかごとかにならないね。なるほどね。なるほどね。お前、どんだけ運いいの？ちょっと待って。お前ら運良すぎんか？ちょっと待って。お前たち、なんか随分運がいいスタイルとしてないか？めちゃくちゃいい運いいぞ、お前ら、それ。めっちゃ運いいぞ、お前ら。ね、お前たちめっちゃ運いいよ。正直。もうびっくりするぐらい運がいいね。この板に1700ぐらい減ってるぞ、俺ら。
どういう風にしてるの。これがコンピューターやってるな式ですね。これがやってるなって言うてるんですよ。やってんな。もう慣れたわ。もう慣れた。もうここまで来ると慣れた。コンピューターやってんなわ。さあ、行くぜ。溜めたからの小声の向き。215。215と118。さらに、すごいな、危機だ。ダークランサーと運べたら当たればめっちゃ出るからね。行くよ、ほら。ほい、うわー、ほい、うわー、ほい、うわー、強強い。はぐれネタに160とか強すぎか、おい。最強技か、おい、ここに来て。ここに来て最強技爆弾、激しい炎。もう炎のリングは過ぎない。このターン、まあ耐えればなんとかなるでしょう。まあ問題、このターン耐えても、煉獄城のゆりかごが寝るような気がする、俺は。コンピューの補正なら寝るかもしれんな。ヒートサイクルで来いよ。おい、お前は素直だ。いい子だ。ずいぶんやってたな。さっきはずいぶんやってんなって言わせたけど、俺に。まあ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 。なるほどね。シストド君、もうなんかもう一回やってん、こいつ問題でやってんなって言うからな、俺。なるほどね。なるほどね。さあ、このパワースタンプを、パワースタンプを、近くの変動を守らない。近くの変動をここに守らないスタイルね。さあ、激しい炎で、完全にパーティーがゴテゴテやな。おお、強いよ。170出てんだよ、170。溜めなくてもさ、別に溜めなくても170出てる時点で頭おかしいんだよな、威力的に。めっちゃ強くない？終わったぞ、勝った勝った。諦めねえよ。いや、強いよ、マジか。こんなに出んだ。もうブレス最強説ありますよ、これ。わー、勝負あり。さてさて、まあ先ほど申し上げた通り、まあ打撃には強いんですよ。このドラゴン大きいスキースローゴン。全員。なんで、打撃相手にはまあ勝てるんですよ。殴り合いでね、そこそこ勝てるんですけど。じゃあ相手がね、何に弱いかを考えた時に、まあこんな感じの奴らに弱いんじゃねえかということでね、2P チーム組んでおります。はい。スライムするとナイトリッチが入ってますね。このナイトリッチはね、もうね、理由わかるでしょ。何に弱いかっていうとですね。さあ、まずは小声の吹きを打っていきます。さあ、小声の吹きはね、これブレス系統のね、おっと、ドラゴンシールド装備してる。めったに、大丈夫だよ。ドラゴンシールドなんてね、確かに、ブレスはガードするよ。めったに見たことないから、ドラゴンシールド。ピンポイントすぎるからね。もともとのブレスの威力っていうのは、やっぱ、高い方ではないから、そう、そしてやっぱりね、打撃ってやつは呪文に弱い。ドン、ほら。呪文に大体弱いんですよ。しょうがないですけど。これもしょうがないけどね。ドラゴン脇に囲まれる大きい血の気持ちはいかに。だから呪文で攻められるとまあきついですよね。当然当然きついよね。さあ、ハドをドラゴンに打たれる。まあ、もうこれはもう的確にね。そしてこのナイトイッチ、もうあの頭のおかしい尋常では強いんですよね。炎にも氷にも強いせいで、炎にも氷にも強いというね、狂った体勢のため、こういうブレスが効きが悪いんですよ。はい。まあ、その時点でおかしいんですけど、まあ、ぶっちゃけ言えば。もう、それがおかしいんですけどね。うん。このね、呪文で攻められると、まあ、きついですよね。まあ、まあ、当然だけどね、モンマスってね、結構ね、呪文に弱くなりやすいしね。言っちゃえば。このヒャドとかで攻められるんだよね。魔法使いチームって、身の守りが低くなりやすいんで、どっちかといえばブレスより打撃の方が通るレベルにはなってますからね。さあ、パワーさんも近くの変動を守れるかい？せーの、ハイオーン、ハイオーン、ハイオーン、ウォー、ウォー、強いな。それでも打撃で攻めた方がいいのかっていうとね、魔法使い回避率高いんで、うわ、でも結構出るのは溜めた後だし結構出るんだね。さあ、ドルマ、このナイトリッチ安定してるんだ。ナイトチ安定して、ナイトチ入れたら勝てるみたいなとこあるからね。ナイトチ入れたら勝てるでしょっていうレベルですけど、どうなんだろうね。いい炎を吐き出す。おい、ナイトチが受けると珍事発生。おっと、ナイトチが受ける珍事発生しました。ナイトチが受ける珍事発生。でもこれなんかいい勝負してる。やっぱドラゴン系統って強いな、このゲーム、本当に。大きな血が当てたのもでかいけど、さあ、このターンにね、大きい術がパワースタンプ当てれば勝ちみたいなこと出てきたよ。おっと、魔法使いがスッと受ける。さあ、このターンちょっと鍵を。さあ、このメラミが大きい術に行くか。大きい術に行ってるね、これ。やばいよ。あ、
やばいやばい、ナイトウチが動いた、ナイトウチが動いた、ナイトウチが動いた。呪文呪文攻め、マジックバリアとかあったらなんとかなる。これはね、これめっちゃいい勝負してんじゃん。マジックバリアとかいろんなスペシャルカード使えば分かんなかった。これは普通にいい勝負でした。でももう無理でした。まあしゃあないよ、これはピンポイント対策だから。はい、というわけでね、今回はね、ブレスの強さを測る動画になりました。モンスターマスターだからこそブレスの威力上げれるっていうね。そう、他の職業では能力上げてもね、ブレスの威力上げれないからね、モンマスだからできるってことですね。モンマスだからできたこと。はい、というわけで今回これぐらいで終わりたいと思います。お疲れ様でした。